for all. 6, go, 4, 3, 2, 1, からの箱です。あやるじゃないか。さあ、どこだ。これ箱ですわ、これね。なかなかね、難しいのよ、この箱のコントローラーが慣れないとね。痛い。慣れないと難しい。なんかね、こうカクカクしやすいんだよね。ここにいるだろ。オッケー、いただいた。よっしゃ、頑張るぜ。ちょっと1位狙っていきますね、本当に。あ、もう適当、すっごい適当今投げた。ラッキーボーイ。オッケー、ちょっとこっから抜け出して。オッケー、オッケー、ルストまで行ったぞ。調子いいね、なんか珍しい。うへへ、ラッキー。 UFP だ。この辺かな。ハンターキラーを投入していく。そいっす、こっちにいる。あーばー、くそ、なんかすっごい調子いいんじゃない。なんかこれ珍しいよ、ほんと。よしよし、いるいるいる。オッケー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 、間違えた。オッケー、こっちか、こっちだ。オッケー、なんか調子いい。なんだ、うふふ、ブブブブブ。なんでしょうね、これ。たまにはこういう試合もあるんですね。あぶない、うまい。オッケー。だいぶでもね、ボット打ちで慣れてはきたと思われますが、うん、ちょっとまだね、余裕がないですね、この箱コントローラーっていうのね。さあ、どこに。さあ、どこだ。ああ、もうぐるぐるぐる、エイムがぐるんぐるん。うん、難しいね、なかなかね。オッケー、これ来そう。こっちか。オッケー、ちょっと一回出るよ。あぶぶぶぶ。おお、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、ボーイッシュベイベー。ちょっと待って、珍しいこともあるもんだ。まあまあまあ、たまにはね、たまにはこういうのもいいんじゃないの。うん、まあ久しぶりのフリーフォールやってみましたけども、まあまあまあね、うん、ちょうどこのね、短い動画になるからいいんじゃないですか、ね、はい。というわけで、ちょっとまあね、箱を買いましたよね。でね、マルチプレイ、すごく回線がね、いいです。そういう印象がありますね。うん、ただまあ、まあ、どっちもね、好き好きかなという感じですね。うん。はい。で、ちょっと一回抜けて、どうでしょう、どうでしょうか、この顔。かわいいでしょう、なかなかね。して。まあ、いいか。というわけで、ちょっと、まあ、箱を買いましたよ、ということで、やってみました。でね、ちょっと一回ホームに戻ろうかな。ホーム、この操作を続けますか、ゲームをプレイ中の場合。まあいいか。箱を買った理由はね、前々からもうずっと欲しかったんですけどね、なんだろう、まあ、DLC とかね、やっぱり早いじゃないですか。で、まあ、ゴーストも控えてまして、で、まあ、いち早くね、情報をお届けできたらなんてね、いうことで、まあ実況をやってる上で、Xbox を、持ってるっていうのはちょっと いいんじゃないかなということで、まあ欲しかったのは欲しかったんですが、まあ値段の部分もあってね、足踏みしてたんですけども、なんかね、今値下げしたみたいで、トゥームレーダーとヘイロー4だっけな、あ違う、ごめんなさい、3ね、3
かなんかちょっと間違ってたらすいません。2本ソフトがついて、でヘッドセットとかついて、250GB が24,000円ぐらいでこれ買ったのかな、うん、ねいう感じで、なんかすごい安くなってたんで、思わずねアマゾンポチリストの私がね、やっぱりポチッといきましたよね、うん。でまあ、買ってからまあ大体 2,3 週間ぐらいもう経ってのこの報告動画になっちゃって申し訳ないんですけども、一応まあ買ったよっていうそれだけですね、うん、そんな感じです。はい、もうこれぐらいかな話すことはね、うん。あでね、そうじゃあもうホームはあれですか、もう箱に行っちゃうんですかなんてね、声も聞こえてまいりましたけれども、なんでしょう、メインはあくまで PS3 です。でもうフレンドの大半の方が、大半というかもうほとんどのフレンドがねやっぱり PS3 なので、うん、それもありますし、あとはプレイステーションホームっていうのもありますしね、うん、なのでまあメインは PS3 という形になっておりますけれども、まあ、今1ヶ月ね無料期間なので一応まあこっちで遊ぶことは多いといえば多いですが、でもねほとんどねブラックオプスちょっとやってなくてですね、このこれねこのマインのクラフトがね、これものすごい面白いんだな。あんまり興味なかったんですけど、フレンドさんがまあ持ってて、うん、で持ってて、じゃあやってみましょうかね、なんつって買ったらすんごい面白いんだね、これね。いや、面白いね、マインクラフトなんつってね、やっております。で、ちょっとまあお詫びなんですけれども、申し訳ないんですが、こちらの、まあ、今 PS3 の方も、フレンド募集しておりません、申請をお受けしてない状態で申し訳ないんですけれども、Xbox のこちらの方も、お受けしておりません。申し訳ないです。ね、本当にね、もうフレンドになってもですね、一緒にね、やれない、やる時間がないというかね、やることが本当にないんでね、申し訳ないんですが、ちょっとまあ限られた方のみというふうにさせていただいております。ご了承ください。ね。ということになっております。まあ、こういった、まあ、報告動画でした。それでは次の動画はね、何の動画になるかちょっと、さっぱり分かりませんけれども、また次の動画でお会いできれば嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。